岡田忍のメロディーハート。イエーイ、ね、まずはね、新年のご挨拶を、はい、皆さん明けましておめでとうございます。ありがとうございます。冒頭ではございますけれども、1月1日にですね、令和6年度の能登半島沖地震ということがありましたもんですから、はい、ここでも亡くなりになられた方の並びに、被災者の方にですね、お悔やみと、うん、申し上げたいなというふうに思います。はい、はい、で、はい、鳥越アズーリはではですね、こちら令和6年能登半島地震緊急支援募金を行っております。この度の地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。はい、で、あの募金はですね、能登半ゆうちょ銀行で、018、天板018ですね、はい、普通口座9629349、9629349で、ゆうちょ同士の場合はですね、10180、10180-9629349196293491、9629349491までお願いいたします。はい、皆様のね、温かい募金の方のよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、またガラッと変わりました。はい、ガラッと変わりました。はい、はい、この番組の提供は株式会社エスケン、イベントハウスメロディ、伊豆の総裁、カラオケ喫茶アラビカ、平成ロマン企画でお届けいたします。イエーイ。はい、どんどん今日はすごい方が真ん中にね、ねえ、レイヤ君ね、はい、もうギャルですよ、ギャルですよ、ギャル、本当によろしくお願いします。もう目がピューピューしちゃって、もう本当にもう、なんでそんな杉田さんそんな席離れてるんですかね。いやもうだんだんちょっとずれてる、はい、よろしくお願いします。はい、まずとりあえず自己紹介をね、自己紹介をお願いいたします。はい、令和最強演歌ギャル田中かなたです。よろしくお願いします。はい、お願いします。
あギャル、あギャルギャル、あギャル、あいあいギャル。はい、1曲はですね、はい、田中かなたさんの、はい、明日も今日の風が吹くという、はい、ありがとうございます、ミュージックビデオからお届けいたしましたけども、うん、ね、逆から読んでも田中かなたさん、うん、ね、左から読んでも田中かなたさん、うん、下から読んでも、ね、上から読んでも、左からで右から読んでも、左から読んでも右から読んでも上からも下からも田中かなたさんと申します、よろしくお願いします。イエーイ、ね、ちなみにスインタさんはね、はい、下から読むとまたギスまたギスそこ出す、ね、そこ出すかな、ね、またギスさん、またギスさんですかね、ね、上から読んでも下から読んでもまたギスさん、私肝心なことを言うの忘れてました、はい、今日本来でしたら岡田氏の部なんですけれども、うん、申し訳ございません、岡田氏の部ちょっと関西の方にですね営業しておりまして、うん、大行の MC杉玉こと杉田でございます。また読みさんよろしくお願い申し上げます。よっ、はい、お願いします。そのうち乗っ取ろうかと。いや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 、本当にね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ちなみにこうね、お正月は、うん、あの田中かなたさんは、うん、どうなんかお正月どうやって過ごされました？私ライブハウスさんで、うん、こう歌わせていただくことが多いので、ライブハウス、はい、下北沢のライブハウスさんで、うん、年越しをしましたね。初めて行く年来る年でしたっけ、うん、見まして、あのゴーンってやつ、はい、あのゴーン、そうそうそう、はい、ゴーンってやつ、あとまあね、某紅白歌合戦も、うん、ね、待ってたんですけど、一応出るタイミングをね、うんうんうん、そうそうそう、すごい面白いですね、ね、効果音がね、あ、もうギャルギャル、うん、イエーイ、ちょっと伊さんはもう弱気分からん、弱気分からん、はい、そう、でも初めてちょっと、うん、ゆったりというか、うん、本当は母と過ごそうと思ってたんですけど、うん、母がまさかの友達とちょっとなんか旅行行くからみたいな感じでちょっと見捨てられたので、一人ぼっちは寂しいなと思ってちょっとライブハウスさんで過ごして、でその後明治神宮の方に行ってきました。混んでためっちゃ、うん、超並んで、一番ね、初詣と言ったらみたいな、そうそうそう、でめっちゃ出店とか出てて、はい、もうほぼ全種類食べ尽くしてきました。うわ、すごい、そんなよくいっぱい食べるんですか？めっちゃ食べます。あ、もうノリがギャルだ。いや待って、ちょっと待って、今のとこはなんか好きな食べ物はとかタイミングだったじゃん。確かに、解説だから、解説、そうなんですよ、今日ね、解説、そう、解説なんですよ僕。何ですか解説って？まあでも、ね、正月でその屋台とか結構出ますからね、うん、そんで店みたいな感じで、うんうんうん、まあ定番といったらね、たこ焼きとかお好み焼きとかあると思いますけども、うん、まあそれはね、うん、一個もなかった。一個もなかった。一個もなかった。うん、お団子とか食べました。お団子、うん、そういうお祭り系のじゃなくて、なんか割とそういう、うん、なんかめでたいみたいな感じでしたね。めでたい感じだね、うん、タイとか食べました？無理に持ってくね、レイヤ君ね。何言ってるんですか？タイだと食べました。タイだと食べました。せいぜいサバぐらいでしょ。そうじゃない。あ、でもタイ食べてないですね。ね、食べません。食べません。食べたんですか？食べないですね。食べてね、誰も食べない。ぜひね、食べたという方、コメントなどで。はい、コメントをね。そうなんですよ。ありがとうございます。実はですね、うん、この鳥越あずーり、コメント、皆様お待ちしております。うん、はい、X のアカウントですね、鳥越あずーりのアカウント。アットマーク AZPANFM アズパン FM、 そして X 内容という方ですね、ファックスも受付中です。東京0358294815、東京0358294815までお願いいたします。はい、ということでこの流れちょっとコメント来てますので、ちょっとご紹介します、ね、早いね、はい、渡里さん、ありがとうございます、ありがとうございます、明けましておめでとうございます。今年も楽しい番組をお願いします。今年は辰の龍の年、辰の年ということで、うん、皆様の活躍が盛大になることを願っております。ありがとうございます。ありがとうございます、のぼり龍でぐんぐんぐんと、ね、はい、頑張ります。そしていちごちゃん、ありがとうございます。いちごちゃん、ありがとうございます。
明けおめことよろあにょはせよ目玉ビーム。またわけわからない。あ、本人休みだった。そうなんですよ今日はね。あ、でもあ後で来るって言ってましたけどね。うん、まあ新年最初のアズーリ生放送今日も楽しみですということでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、まだまだねコメント募集中でございますけども、はい、そんなですね、まずはじゃあ田中かなさんね、それ、はい、あのメイジングでいろいろ食べて、うん、飲んで、うん、楽しいお正月だったんですかね。はい、おそれはいいですよ ね、うん、ね、どうどうでした、どう過ごしました。杉田さんは何を。僕、はい、変わんない。変わんないって何ですか。変わんない、変わんない。どっから何、普段と変わんない。だから日付だけ変わって、うん、ただ1日はなんか、うん、お雑煮は食べたよ。うん、家族の元で、うん、うん、何個食べました。お餅1個。1個、なんで1個しか食べないんですか。僕餅嫌いなんだよね基本的に。うん、これお餅がね見てないことを願うしかない。お餅が見てる。お餅が見てる。お餅が見てる可能性。お餅が見てる。見てるじゃないですか。見てる。見てる。っていうノリでしょ。本当にね。じゃあレイヤ君は何？うん、僕はあの実家長野県なんですけども、うん、長野県に帰って家族で過ごしました。うん、はい。で、そうですね、家族で。あの今 CM とかやってる任天堂スイッチの人生ゲームやって家族で、あの僕一人っ子なんですけど、まあ親と3人でね人生ゲーム、一人っ子なんですね。一緒だ。そうなんですよ。やって、はい、まあ初詣は善光寺、長野県といったらもう善光寺なんで、はい、善光寺に行ってヒット祈願をして、してきました。ちゃんとあの奉納じゃないですけど、なんかあのやってきましたよ。うんうん、お札をね、はい、読んでくれるっていう、あのお坊さん、お嬢さんが読んでくださるっていうのをやってきました。うん、お、誰にでも秘密があるヒット祈願。ヒット祈願、うん、ね、本当だよね。そうそう、受付の人にですね、誰にでも秘密があるヒット祈願みたいな。え、みたいな。すごい秘密あるんだろうなみたいなね。まあまあまあ、まあ、でもね、そんな感じであの、家族で、お正月過ごしましたけども、皆さんね、どんなお正月を過ごされたのかなってね、気になりますね。ね、皆さんぜひぜひコメントでよろしく、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、この季節にぴったりな、うん、この岡田忍さんの新曲、はい、11月に発売したんですかね。そうですね、はい、はい、であのこの曲あの忠臣蔵がモチーフになってるという、うん、でしかも岡田忍さんがもうめちゃめちゃ忠臣蔵のファンで、うん、うん、もうちなみにさ、かなとちゃんわかる？わかりますよ。あのあれですよね、うん、あの歌謡浪曲とかになってる曲そっから入るね。ですよね。いつかやってみたいんですよ。うん、あのこう、わかります？浪曲っていうか、あの歌謡浪曲。なんていう曲でしたっけ？なんだっけ？あ、忘れちゃった。どうする？これ生放送ですからね。そうなんですよ。うん、ピンポン。当たった、当たった。ほら。あ、なんだっけ、ほら、あと、まあ、終わるまでに、終わるまでかい。終わるまでかい。あ、タワラ星現場。ちょっと待っていい。思い出しちゃった。まあね。考えるより先に出ちゃった。はい、うん。タワラ星の、うん、ですよね。うん。まあ、でも、まあまあまあ、ほら、ね。そう、忠臣蔵。忠臣蔵はほら、うん、きらこ漬けの酒と、大石蔵の酒、うん。それをまず言っていただかないと。あ、そっか。朝野匠の方ですね。そうですよ。そういうことです。江戸城のね、松の廊下の、そう、認証事件ですよ。吉良幸助之助を、朝野匠の神がね、こうやって切りつけて、はい、で、それで、切腹されちゃったんですよね。切腹になっちゃった。まあ、つまり今まで言ったらね、死刑みたいになっちゃって、で、それに対して怒った阿公藩の、その、浪士たち。阿公浪士ね。阿公藩の藩士か。藩士のその、大石蔵之助率いる47人が吉良幸助之助に復讐してやろうと、うん、まあ昔はねそういう、まあまあだ討ちっていうのが正当なあれだったんで、正当にできた時代だったんでね、まあそれで討ち入りをして
復讐を果たしたというでそういう話が忠臣蔵でございます、うん、そんな忠臣蔵がモチーフになってます。雪の南部坂ご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。女患者の目を悟り、蔵之介は心にも泣きことを。
そうとも知らず浅はかな口を極めてしもった。つらかったであろう、悔しかったであろう、蔵之介許してたもれ。妖精院様、大石様の使いの寺坂吉右衛門が参りました。して首尾はいかがなるや。はい、昨夜虎の城国大石蔵之介様はじめ47人の者で平光助之助様のお屋敷に打ち入り、見事本懐を遂げてござりまする。殿、お聞きになりましたか。しかと、お聞きになりましたか。はい、イエーイ、原忍さんで雪の南部坂でした。ありがとうございました。ねえ、原さんずっとやってたね、8分間、うん、ずっとやってた、ずっとやってたね。やっぱ気合い入れてみないとなと思って、ね、やっぱ先輩のね映像ですから、確かに気合い入れて気合い入れて釘付けで ね、 ね、それに比べてレイヤ君ねひどかったね。もう起きてました。起きてる。いやいやいや、釘付けですよ目玉かっぴらいて目玉先輩のようにかっぴらいて、はい、ということで、はい、岡田忍さん、あのこうぜひぜひですね CD、うん、あの全国のね、うん、CD ショップ、はい、またはあのYouTube とか、うん、あのサブスクでもあの配信してますので、もうぜひぜひこちらねよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、コメントいただきました、はい、ハロスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。鳥越アズリ FM 様、岡田忍のメロディーハート様、スリータ様、そして令和最強演歌ギャルかなたーん、ありがとう。ハート、スタッフ皆様明けましておめでとうございます。ありがとうございます。本年初見えかなたん、うん、ハートハートっつってね、嬉しすぎますって今年もよろしくです、大阪のハロスより本当に絵文字にこう書いてあるから言ってくれた。あ、でもすごいいっぱいハートがなって ね、 いいですね。ありがとうございます。いつも、ね、ハートハート、うん、これ全国で見れるっていいですね。そうなんですよ、うん、ね、これはもう本当 に、 どこにいても、はい、もう世界中でも見れますから、鳥越アズリ FM って検索すればね、ハロー
アニハセヨー。それ以外わかんない。なんじゃいね、ポップンかシシ知ってる単語並べんのやめて。頼むから知ってる単語だけ並べんのやめて。グッモーニング。まだ続けてる。いえいえいえ。ということで、はい、続きましてですね、そんな私高山れいやですね、今一番頑張ってる曲でございます。うん、作詞は伊藤美和先生。うん、もう何度もねこちら2回ぐらいかな。うん、でもお越しいただきました。うん、そして、作曲は杉本正人先生という。うんうん、もう二大巨匠、はい、もう本当に僕自身ですね、もう大変嬉しいです。もう精一杯ね、今一生懸命頑張ってる曲です。はい、誰にでも秘密がある、どうぞ。笑顔見るたび嬉しくて、たとえあいつの彼女でも、もしも違う出会いをしていたら、俺を選んでくれただろうか。こんなにも好きなのに、意地悪で残酷でピエロの仮面に隠す悲しい恋の始まり、黒髪巻きつけて、話す仕草が可愛くて、背中向けて視線をそらしても、俺の心は君に夢中さ。こんなに足で嘘つきで臆病でピエロの仮面に隠す悲しい恋の始まり、意地悪で残酷でピエロの仮面に隠す悲しい恋の始まり、そうさ誰にでも
秘密があるから。はい、誰にでも秘密があるでした。ありましたね。いやもうね、秘密だらけでね、本当にちなみに、うん、あの田中かなたさんは、うん、あの友達 の、うん、その彼氏を好きになっちゃったとかありますか？いや、ありますよ。おお、いや初めて、じゃないの、初めて見た。じゃないの、初めて見ました。でもいろんな人に聞くんですよ。いや、ある初めてじゃないですか、やっぱり。ああ、出会い方が、まさにもうこの曲にはもう共感できるなっていうのが、本当出会い方さえ違ければみたいな、ね、もっと早く出会ってれば、うんうん、あいつの彼女だったのにみたいな、うん、ああ、それはね、うんうん、誰にでもね、何を言ってんだか、二人で何を言ってんだかと思って。なんで入ってきてくださいよ。ずっと来てましたよ。なんでですか。入ってきてくださいよ。映ってますよ。スイタさんはあるんですか。スイタさんはあるわけ。あるな。ないな。ないな。ないですか。そう、親友の彼女。ない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 。じゃあ彼氏は。逆にあるんですか。え。あ、俺自身、いや俺はないんですよ。ないんだ、うん、いや親友の彼女が別にタイプじゃないって。どれも。え、でもなんかそのどれも衝撃的なぐらい、うわタイプってなった人が、うん、友達の彼氏だったっていうだけじゃないですか、はい、うん、だから、うん、でもそれをこう奪いにも行くこともできないし、うん、その人が私のことを好きになってしまったパターンもあるわけじゃないですか、うん、そういうのもまた違うんですよ、うん、それはそれで違うんですよね、うん、なんか追うのはいいけど追われると逃げたくなるみたいな、このめんどくさいタイプなので、うん、あ、でも貴重なね、女性の意見を ね、うんうん、まあこの曲はね、本当にあのどうぞ叶わない恋なんですよ ね、 そうなんですよ。で、叶っちゃいけない恋なんでしょうね。そう、叶っちゃうといけないんですよ、うん、ね、これがね、また男心の難しいところだと思う、ま、いい曲。男心、男心なのか乙女心なのかわかんないけどということで、コメントいただきました、はい、和也さん、ありがとうございます。ありがとうございます。田中さん、うん、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願い、うん、はい、何がいいですか。お願い、よろしくお願い。よろしく、哀愁みたいな、はい、そして、あの、私覚えてますか、うん、忘れられないようにいつかお会いしたいです、うん、覚えてます、大丈夫ですか。覚えてますけど忘れるかもしれないので早く会ってください。いや、いいですね、それ俺も使おうかな、うん、それ覚えていますけど、うん、明日になったら忘れてるかもしれないんでね、まあ、確かに、すぐ会いに来てください、うん、イエーイ。そして、南部坂涙ですね、中心蔵大好きっていう、ありがとうございます。いや、ジリズロってね、お名前言ってるだけなのにグッときますもんね。うん、すごいかっこいいんだよな。そのヨゼイン様ってね、うん、覚えたね。妖精様覚えたね。覚えてますよ。岡田忍さんはね、本当に大変お世話になってますから、うん、そのね、かっこいいですよね、うん、本当にありがとうございます、忍さん、見てたら本当に、はい、ありがとうございますということで、はい、続きまして一般の方の、うん、コーナーになります、うん、中島恵美子さん、はい、で五木ひろしさんの「この愛に死んでも」歌ってくださいました、うん、ご覧ください、どうぞ。中島恵美子さんで「この愛に死んでも」。この まま死にたい。
はい、中村恵美子さんでこの愛に死んでもでした。ありがとうございます、そしてですね、和也さんコメントありがとうございます。ありがとうございます、出会いが早いか遅いかで、うん、その人の人生が決まるのは間違いだと思います、うんうんうん、素敵。そうですね、うん、どんどん、まあ、いつどんそうですよね、うん、まあ、年取った時にまた素敵な出会いがあるかもしれないし、うん、そうそうそう、ね、わかんないですかね、わかんないですね、人生わからないですよ、本当にわかんない、うん、うんイエーイ、イエーイ、わからないぜ、イエーイ、またかい、またかいとか本当に、まあ、ちゃんとスイタさんもやってくださいよ、できるわけないじゃないな、なってるなってる、ここ本当、ここから本当にこうかな、いや、ダメですよ、そんなこと言っちゃう、この放送時間で詰めますから、そうそうそう、地道に地道にね、うん、はい、ということで、はい、CM ご覧いただきます。株式会社エスケンイベントハウスメロディー、そして伊豆の総裁です。どうぞ。
伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、CM ご覧いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、告知コーナーに入ります。はい、はい、まずは田中かなたさんお願いいたします。はい、はい、今ですね11月の1日から新しく、手売りで CD を1000枚完売すると全国デビューできるというキャンペーンを行っておりまして、うん、このね花を咲かせという曲なんですけども、はい、今現在ですね400枚ほど、達成してますので、うん、残り600枚となっております、うん、ぜひとも1枚1枚、大切に売らせていただいてますのでお手に取っていただけたら嬉しいです。そして1月28日日曜日渋谷クラブロッソさんで、うん、全曲ではないんですけど生バンドで、カバー曲をたくさん歌うワンマンライブを行います。オリジナル曲ももちろん、やらせていただきますので、残りね7席ぐらいとなっておりますので、 お早めに、予約などしていただけたらと思います。よろしくお願いします。終わりということで、メロディーの告知コーナー入ります。はいはい、まず、来週ですね1月13日土曜日、定築のもう本当大先輩でございます、うん、永井美雪と歌仲間ライブということで、うん、開始が11時からです。チケットは6000円で、うん、一般箇所プラス1000円で2コーラスです、うん、永井美雪さんとね、そして僕高山玲也、そして茜椿さん、北田恵美さんに信子さんという、うん、スペシャルライブです、うん、ぜひぜひこちらお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、そして次の日は山崎定治さんのスペシャルライブでございます。1月14日日曜日、こちらは11時半からで、チケットは6000円プラス1000円で一般歌唱できます、うん、山崎定治さんにね、そして前回クリスマスの時にゲスト来ていただきましたまさしさん、はい、それ大輝と真由美さん、茜椿さん、山脇泉さん、そして僕高山玲が歌と司会です。ぜひぜひこちらもお願いいたします。同級生、同級生、あ、同級生、同級生、スニタさんの親友。あ、そうなんですか。そうそうそう、スニタさんの親友ね、定治さん、はい、楽しみですね、はい、そして1月20日土曜日は高山玲也新曲発表会、うん、はい、こちらは午後1時からになってます、うん、チケットは7000円で、うん、お弁当がつかないです。そうなんです。その代わりに CD がつきます。おお、はい、弁当の方がいいな。そうそうそう、そうそうそう、本当にこんなこと言って怒られちゃう、うん、はい、いや、あの日ですね、作詞の伊藤美和先生、うん、そして、うん、なんとですよ、杉本雅人先生が、すごい、これはすごい、メロディー来ますよ、ね、皆さん、これありえないことですよ、ね、本当に、ね、もうこれはね本当に先生、本当に両先生、うん、ありがとうございます、うん、本当に、はい、茜椿さん、信子さん、山脇泉さんと高山玲也です、うん、よろしくお願いいたします。弁当もよろしく。はい、ということで、次はですね1月27日土曜日は、うん、第30回カラオケ大会です、うん、こちらですね毎年行われていますイベントハウスメロディーグランドチャンピオン大会の予選会になってます、うん、ですね、はい、はい、で、こちら11時半からで出場は5000円になってます。見学者様は2000円ですね。でこちらですね、なんとですね賞金も出ます、うん、1位1万5000円2位1万円、うん、3位5000円、うん、ただですねグランドチャンピオンに出場できるのは1位と2位の方のみになってます、うん、はい、ぜひぜひこちらねよろしくお願いいたします、うん、よろしくどうぞ、はい、出てください。簡単な言い方で、ね、はい、ね、そして2月5日月曜日はメンズで演歌ということですね。こちらは、横浜の館内ホール、小ホールです、うん、沢田雅人さん、小川武さん、そして岡本浩太さんに高山玲也のこのね、若手イケメン歌手による、うん、若手イケメン歌手、イケメンって書いてあるの？書いてある、書いてある、イケメンって書いてある、あ、書いてあるの、あ、そう、はいはい、そうごめんね、イケメン、ごめんね、はい、3時からになってます、うん、そしてチケットは3000円ですね。カラオケ発表会もありますので、うん、こちらも合わせてお願いいたします。よろしくどうぞ。チケットお問い合わせ中です、はい、あ、お問い合わせ中じゃねえチケットお問い合わせ中ってね、ご連絡ください、受付中、はい、メロディーで受け付けてんだよね。そうです、メロディーでありますので、ね、うん、皆さんお願いいたします、はいはい、そして早
ヤブサトシヒデ&シーバード生バンド演奏生歌歌謡祭、こちら2月10日の土曜日です。大変人気のね、イベントになってます。開始は11時半で、見るだけだったら2500円です。歌う方は1曲1500円かかります。ただしですね、この生バンドで歌えるという、で、あの永山陽子さんのバックバンドの皆さんなんですね。すごい、はい、そんなもうスペシャルな方が、皆様をですね、歌に合わせて生演奏してくれる、これ本当に人気ですので、お早めに、ご連絡いただければと思います。はいはい、そして山口香織さんの新曲キャンペーンですね、はい、2月11日日曜日、開始11時からになってます。チケットは5500円で CD、山口香織さんの CD とお弁当付き、ソフトドリンク飲み放題付きです。一般歌手はプラス1000円で、その後ですね、二次会がプラス3000円で、はい、ドリンク飲み放題でございます、山口香織さんと、そして誠さん、山口泉さんと僕高山レイヤーとね、みんなで飲みましょうという飲み会でございます、楽しそう、はい、こちらもお願いいたします。はい、そして千里さんのライブですね、これ2月17日の土曜日です、11時半からになってまして、千里さんと高山レイヤーのスペシャルコラボライブ、前回ですね12月27日に学園堂さんの、千里さんの番組にも、ゲストでの出演させていただいたんですけども、それのもっとパワーアップ版でね、もう生でもう千里さんのピアノ、そして僕のギター、もうこれはもうここでしか見れない、すごい、はい、スペシャルライブです。千里さんね、ぜひよろしくお願いいたします、ね、もうあの顔リップ教えてもらったんですよ、何使ってるんですかって言ったら、あの、メッセージでわざわざ送ってくださって、これ使ってますって言って、それ使ってます。わ、優しい優しい優しいねえ千里さん、はい、はいはい、ということで、続きましてですよ、はい、沖田まさみスペシャルライブということで、姉さん登場、はいはい、ボス沖田まさみさん2月24日土曜日です、開始は11時半でチケット4500円、お弁当ソフトドリンク飲み放題付きでございます、爆笑トーク満載の、ライブになると思います、はい、ぜひぜひこちらお願いいたします、そしてトロヤリコさんと歌仲間のライブですね、3月2日土曜日11時半からでチケットは4500円でお弁当ソフトドリンク飲み放題付きです、岡田忍さんとね同じ群馬の、群馬県は太田市のトロヤリコさん、はい、もうマスター大好きね、そうですね、ダンゴムシの歌、ダンゴムシの歌、ダンゴムシの歌って、ダンゴムシの歌ってのあるんですよね、すごい、はい、はい、こちらお願いいたします。はいはい、そして水木優さんのカラオケ大会です、はい、3月10日日曜日11時半からです。大会は7000円です、こちらですね、水木優さんのみ、あの水木優さんの楽曲のみのカラオケ大会です、よろしくお願いいたします、はい、そして高山レイヤー生誕祭です、3月23日土曜日、11時からで6000円になってます、ちょっと岡田忍さん、あの写真載ってるんですけども、出演はされません、そしてね、同じ誕生日の人がいます、出ます、誰でしょうか、はい、どうぞ、はい、はい、そして続きましては歌姫ライブです、4月20日土曜日11時半からです、チケットは6000円でプラス1000円で、一般歌唱、はい、そして岡田忍さん、篠野香織さん、信子さん、高山レイヤーの歌姫ライブです、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、そしてナイゴンの匠イベントハウスメロディーということで4月26日の金曜日11時半からです。チケットは4500円です。仮チラシだそうです、はい、いいメンバーだね、はい、目玉くん、いいメンバーだよね、そうね、目玉くんと僕は確実に、うん、はい、出ますので、ね、はい、はい、はい、そしてカラフルバレットライブですね、4月28日日曜日、午後1時からです。3500円です。いるじゃん、いるじゃん、ゲストのね、田中かなたさん、そして坂本美里さんに、カラフルパレットさん、はい、はい、中にその中に僕も入れていく、ね、ありがとうございます、すごいいい写真、新メンバーみたいなね、新メンバーだね、全員すごいね、ゲットしてね、はい、ということで、皆様ぜひぜひ、お問い合わせですね、0477111761、イベントハウスメロディーまでお願いいたします、お願いします、はい、ということでですね、はい、もうすぐ終わるんですけども、けど、はい、でも1時からまたですね、しのぶのメロディーっていう番組があります、はい、ゲストは引き続き田中かなたさん、杉田誠さんと、僕、はい、高山レイヤーでお送りいたします、はい、ぜひご覧ください、1時も見てね、そのまま見てね、バイバイ。